ウラジーミル・プーチン大統領と戦勝60周年記念式典の軍事パレードにて、セルゲイ・ボリソビチ・ユアノフは、ロシア連邦の政治家。ロシア最初の文民出身の国防省として知られ、ウラジーミル・プーチン政権で第4代ロシア、連邦国防省を務めた。他に、ロシア連邦大統領府長官、第9代ロシア連邦安全保障会議書記、ロシア連邦第一副首相、 ロシア連邦副首相を歴任している。1953年1月31日にソビエト連邦のロシアソビエト連邦社会主義共和国のレニングラードに誕生する。1975年にレニングラード大学文学部を卒業。同期にウラジーミル・プーチンがおり、プーチンとイワノフは同郷でレニングラード大学同僧でもある。1976年に ソビエト連邦国家保安委員会、ミンスク高等課程を修了し、KGB レニングラード局で勤務。その後 KGB 第一総局に移り、第101学校を卒業。1981年に二等書記官として、中ロンドンソビエト大使館に勤務したが、1983年にスパイ容疑で国外追放された。その他に、KGB では、フィンランドケニアで、 対外情報活動を行っていた。ソ連崩壊後は、KGB の解体に伴い、ロシア対外情報庁に移り、プーチンがロシア連邦保安庁長官に就任すると、1998年8月に FSB 時間、分析、予測、戦略計画部長に投用された。以後イワノフは、プーチンと共に出世した。プーチンが1999年8月に、 ロシア連邦首相に就任すると同年11月にロシア連邦安全保障会議初期に就任する。プーチンがロシア連邦大統領に就任すると2001年3月にロシア連邦国防省に任命される。ソ連時代も含めてトロツキーを除き、ロシアでは陸将、海将、国防省は現役の軍人が務めていたが、イワノフは 史上初の文民のロシア連邦国防省である。ロシア連邦国防省としては、ロシア連邦軍に、これまでの徴兵制を、改めて志願制を導入し、人員の削減による、質的向上を図ろうとした。また、巡航ミサイルを中心、また、他に、北朝鮮が、核兵器保有宣言をしたことに対して、イワノフは二千五年二月十三日に、ドイツのミュンヘンで開かれた、 閣僚会議で、ロシア連邦を代表して演説し、北朝鮮の選択は誤りであると批判した。同時に、北朝鮮に、核拡散防止条約に止まり、6カ国協議に戻るように求めた。その後2005年11月14日から副首相を兼務する。2007年2月15日には、第1副首相に昇格し、軍事産業だけでなく、航空産業、ナノテクノロジー、 交通といった民間産業の育成を担当した。イワノフは、ロシア連邦大統領補佐官のビクトル・イワノフと共に、プーチンの側近中の側近であり、同格となったドメトリメドベージェフ第一副首相と、共に、プーチンの大統領人気が切れた後の有力な後継候補と目されていたが、2007年12月10日に、プーチンは後継の大統領候補に同居であるメドベージェフを、 指名し、現バ票では、旧 KGB 人脈のイワノフを予測する声が、比較的多く見られた。2008年5月7日に、ドミートリー・メドベージェフ政権が発足し、5月8日に、ウラジーミル・プーチンが、首相に就任した後もプーチンによって、副首相に指名され、内閣に留任した。その後二千十一年十二月十二日に、メドベージェフ大統領によってロシア連邦院議員に、 転身したセルゲイナルイシキンの後継として、大統領府長官に任命され、2016年8月12日に退任した。岩野府の一心上の都合と説明されたが、実質的な解任とも報じられた。同時に、大統領令によって、自然保護活動、環境問題、交通運輸担当の大統領特別代表に任命された。北方領土を4度訪問している。 2014年9月24日に、エトロフ島を訪問し、イトゥルップ空港を視察した。日本政府は、菅義偉内閣官房長官が、記者会見で遺憾の意を表明したが、岩の府は9月25日に、記者団に対して、これは儀式的な踊りのようだ。私がそこへ行くと遺憾を耳にする。そして私は、またそこへ行くと語った。アラスカのフェアバンクスにて二頭。 祖国に対する貢献に対する勲章。国家の国防能力と安全の強化への大きな個人的貢献に対する勲章。カザフスタンのドストイク勲章を受賞。ありがとうございます。